はい、皆さんこんにちは、こんばんは。ロサンゼルスの鉄です。続きですね、バイクのツーリングの続きです。ここはですね、スタートしたのが、この途中がですね、リビエラビレッジを出てトランスビーチですね。実際ここはリビエラビレッジはレドンドビーチなんですね。でここから出てパルスバーデスブルーバードを通ってですね、今ずっとね。そしてこれがですね、このままきっと左カーブになりますね。南に向かっております。3通りですね、パルスバーデス。で左に曲がっていきますね。でね、一応山ですのでね、木々がいっぱい出てきてですね、この左コーナーを曲がると、その後急コーナーがね、右カーブが出てきますね。右コーナーがもうすぐ出ます。はい、すぐね、ここから結構急ですけどね、今回もね。右コーナーで、はい、しばしお楽しみ。このままずっと行くとですね、このビデオは、サーフビューパークというところですね。エリア的にはマラガコーブというパルスバーデスの一部のエリアですね。そこまで行きますね。はい、はい、で、ここでストップですね。サーフビューパークの近くで立ち寄りましたね。はい。